20周年特別企画作品で歴史を振り返ろうかーい。イエーイ。ダン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 ということで、ジングルまで今ずらっと並んでおりますが、オレスカバンド20周年でこれだけのリリースをさせていただいたということで、音源を振り返りつつオレスカバンドの歴史を振り返ってみようというそういうプランでございます。楽しそう。でこちらは多分7回ぐらいに分けてお送りするので、今回は本当初期の初期、テンパル、ボレとワオあたりですかね。それそうですね。ワオ、ね、に行くまでにシングル3枚出してるんですけど、 そこら辺とかもまあちょっと含めながら喋っていきたいなと思います。テンパル幻のレプリカです。これでレプリカ2005年の6月にリリースしているということで、そうなん、入っている曲が花のスカダンス、アーモンド、ピノキオという一番最初に私たちが初レコーディングした作品ですよね。そうですよね、はい、高1高2高1高2、うん、お年玉出してね、お年玉でね、お年玉で、そうよ、で CD を作って、うん、これをいろんなライブハウスで、まあ、売り出す流れで、うんうん、ソニーミュージックの方に発掘していただいたっていう。そうそうそう、じゃこれがなかったら違いましたね、人生が。そうなんですよ。2003年の結成なんですけれども、その年に初のオリジナルスカソング「花のスカダンス」ができるというね、うん、はい、うん、中学校で作ってたもんな。そう、あの、うん、携帯 J4 J4 で、ね、あの着メロを作る機能があって、うん、3万3万をまた5万ぐらいかな、頑張って。すごい、それか、それで作ってた。ロジックとかじゃなくて、あ、全然違う。最初ほんとなんかみたいな、はい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 、ずちゃずちゃみたいなだけ表現できて、あとはそれを青少年センターでみんなで合わせる。すごいな、なんか違うな、クラスやってんな。そう、うん、やけど、うん、なんか授業してる時に生かすからピロンって送られて、うん、あいつ授業中曲作ってるやんけ。当時たえちゃんはなんか授業中になんか歌詞書いてて、うんうんうん、曲にしないようなもう本当日記のようなポエムのような歌詞を書いてて、その流れでじゃあちょっと歌詞書いて作ってみてよみたいな。歌詞書いてよって依頼したんやん。勝手に書いたイメージやった。そっか、そういう話だったわけやろ。勝手に書いてた可能性は。やっぱそうやろな。はい、なんかでもやっぱ曲が作れたからには歌詞って必要やんな。そうやな。20年も前ですか、うん、ね、すごい。いい歌詞だよね。うん、そうやんな。花のスカダンスですか。うん、本当にいい歌詞。たえちゃん、そんなこと言えるんや、みたいなさ、うん、それで初めて感じるわけやん。うん、そうね、アーティストとしてのね、たえちゃん感じ。それまでは同級生のたえちゃんやそうだね。そう。やり方がある踊り方としてさ、うんうんうん、違うのを読み方。はい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 、そこにちょっとバンプオブチキンもちょっと感じながら、当時の青春、私たちの青春、私たちの青春、そのままじゃあつけようよみたいな感じで、本も重ねて、うんうん、で自分の作ったメロディーがなんかもう一つの曲になって、曲になって、うん、でそのスタジオ音源を帰り道聞きながら、うん、もう嬉し泣き、あ、そうなんや、その時から涙もろ、涙人生でね、生まれて初めて作った曲が花のスカダンスなの、結構やっぱ思い入れは強いよね。そうね、うん、で2004年に少年 S、アーモンド、ナイフのフォーク、ピノキオとかどんどん曲を作っていってて、うちでもこれ高校生に多分差し掛かる時かなんかで、うん、この時にはなミディのソフトで編集してた覚えしてた、してた、そうか、やってた、ティーンティーンティーンってやつをやってた、パソコンの画面で見た、うん、パソコンの画面でそこでようやく見た。そうで、今みたいなロジックみたいなすごいやつがあって、ミディって書いてるやつ、本当にミディ、MIDI っていうアプリみたいなやつ、だからあのピノキオのハモリ、そうそうすごい複雑やんか、あれ、うん、こう上ハモ行ったり下ハモ行ったりみたいなのはあのミディ文化やねんな、うん、ミディで作ってたからあの、うん、あれ複雑な、なるほどね、歌ってないから、歌ってないからな、そう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 、歌い心地とか関係なくてそうそう、でそれをなんか、うん、富がやる任されるという、そう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 、こういう顔しながら、そういうことか、そうそう、結構ずっと暇やってんの、なんでこんなむずいことしてんだもんって言ってる、だからボカロみたいなもんよ、そうやな、確かに使うこと考えてない、あ、そうかもしれない、まさかその曲があのナルトのタイアップになるとは思ってなかったよね。
それはどういういきさつなんですか？ペンパルにピノキオが入ってるから、うんうん、これ の CD をそのソニーの真珠発掘の人が買ってってくれて、うん、はいはい、でその流れでもうこの中からタイアップをっていうのを多分進めてくれたんやと思う、うんうん、そんなことある？ペンパルの CD をこれとかフルアルバム、ワオはフルアルバムやけど、うん、ほとんど元々あった曲やもん。そう、アレンジプラスで変わってない。そうね、アレンジはない。うん、マジ生まれたての卵みたいな。そうか、これからバンドやるやつら。最初のデモ曲からアニメのタイアップ決まるんだって。やばいな。あまりにもなんか話がすごすぎて、なんか、うん、はぁ、あ、みたいな感じだったよね。なんかやったーみたいなんじゃなくて、うん、もう狙う前の話すぎて。そうだね、狙うとかじゃなくて、そうそうそう、一生懸命お年玉で作ったんやで、もう終わってるから。なんかさ、これも確かさ、100しか限定でさ、うん、確か作ってて、うん、しかも自分たちで焼いてたのよね。そう、しゆかすがこれなんかレプリカって作ったって言ったけど、うん、この時もそうやって最大級みたいなね、そうですね、そうですね、そうやって追って組み合わせみたいな。そうだから結構やってた。やばいね。でなんかうちのお父さんがその時 CD の版のイラストを焼ける機械を持ってたの。すごい。CDR。ああ、その頃それ持ってる人やばいよね。いた。だからそれに版のデザインも一応印刷して、で全部みんなでパックして。そうそう。本当に素晴らしいね。そう、手作りの。500円だもん。300円。あ、そうか、1曲100円の考え方やばいです。ほんで確か100枚で速攻まあ売り切った。そうそうそう、なんかで、それも結局ソニーの新人発掘の人が多分しこたまバンって買われたわけ。なるほど、買い占めたんだけど。なるほど。3000円あったら10枚買えるから。そうね、そう、配るようになんかバンって買われて、え、一瞬でなくなっていいんだってなって、でもう一回100枚増産でみたいな感じでまたやってた。へぇ、200枚ぐらいこのようにあるんじゃないかな。そうかね。ご連絡くださいよ。でその時代にもう一つ、あのパンチパーティーってね、うん、このスプリット、アルバム、うん、パニックロケッツっていう和歌山のバンドとのコラボ、これにチャックと忘れ物と少年 S、 少年 S があって、うん、からそのフルアルバム、デビューのフルアルバムのやつもここで一応前に、うん、そうそうそうだ、ね、高校1年生の夏休みに作ってたのすごい覚えてます、うん、高校入学後はもうライブハウスでライブし始めてて、うん、調べたら2から5本めっちゃやってるよ。そう、今と変わらない。びっくりした。すごいよ、うん、和歌山とかもめっちゃ話したことあるけど、あの、うん、電車で行ってさ、で始発で帰ってきてそのまま学校行くみたいなさ、やばっ。そうやってた、本当にやってた。宿宅が全面出してるから、うん、あ、そうなんだ。地元のライブハウス流通はしてない、うん、全部流通はしてないと思う。手売りと宿宅に問い合わせたらもしかしたらあるかもしれない。だから全然アレンジ変わってないから、そのままやんな。リレコーディングしたみたいな。そうそうそう、感じ。もうなんていう、アンプが何十万、何百万のアンプになったみたいな。あ、そう、グレードアップした。アーモンドがなんかすごい、マッチレスみたいな名前の。あ、マッチレスな、うんうん。うん、そうそう、いいアンプで撮らせていただきました。あ、そのメジャーデビュー後。そうそうそう、予算が違います。予算が違います。大和川っていうね、地元の。あの川で撮っているジャケットとかですよね。フェボレという文字も自分たちで一筆一筆書いていく。あ、そうですか。そう、フォルクスっていうの。フォルクス。絶対やったらあかんねん。そんな飲食店で絶対やったら牧場を出して酢に吸って。お前じゃそんなやつ。書いたらあかんねん。やってて。酒屋から多分許さない。そう、酒屋から許すみたいな。ステーキハウスで牧場で絶対やらないの。うちらでそこだけやったら超迷惑。今考えた。その説はすごいね。ありがとうございました。俺の写真を撮ってくれた道池田、うん、カメラマン、うん、もうずっとな、うん、そんなに撮ってくれたりとか、うん、そうそうそう、ミッチーさんとな、この間お墓参りで一緒やってんけど、うん、その時にプロデューサーのね、そうそうそう、ソニーの中でいくつかレーベルがあんねんけど、うん、その中でこのペンパルをこう聞かせたり、うんうん、うちらのライブ映像を見せながら、その新人発掘の人が誰かデビューさせたい人いませんかみたいな会があって、うんうん、でそこで私たちをデビューさせてくれたコンディさんっていう人が、やばい、こいつら俺が楽したいみたいな感じになって他の人たちに取られるみたいな思ってはいって手挙げたら自分一人やってたどうぞどうぞみたいなどうぞどうぞみたいな。そんな感じでオレスカのデビューは
その方がアメリカのいろんな関係者の人に配りまくってくれて、うん、その先に続いていくっていう。ピコさんのこのジャパリコなんかもね、なんかデビュー前後の流れやったよね、うん、ジャパリコの話は多分元からソニーでねリリースが決まってて、うん、すごいよ。もうパパラさんとかナスグビデューさんとか、うん、そこにポントレスカムとかもう決まって入ってる。すごいことや。すごいよね。ピコさんの孫みたいな感じ。関係者用のライブがあって、うん、あの私たちをお披露目するライブがあって、ショーケース的な。そうそう、はい、そこにそのプロデューサーのコンディさんが2個読んじゃおうぜみたいな感じで、うん、読んだのよ、うん、行動力うちらとしては、うん、ミュージシャンとコラボっていうのもさ、はいはいはい、ほぼしたことない、ね、上にレジェンド来た。確かに、うん、本番中にその曲になってリコさんが登場してきて初めましてやで。そうそう、演奏中本番の、うん顔合わせとかないんだ。めっちゃおもろいな。そうそう、わけわかりへんからうちもリコさんですみたいなリコアドリゲスさんぐらいの感じやな。じゃあ初回編はこんな感じで、こんな感じで乾杯、ね、いきますよ。20年長いから、もし何か聞きたいことがあったらコメント欄で次回は海外にタイミングです。そうです、20歳になるオレスカバンドあたりですかね。はい。